倉殿様、新しい獲物を連れてきました。わざと捕まった甲斐があったわ。16年前に町を襲った魔物の群れはグレイグによって倒されたと聞いていたけれど、生き残うん、姫よ、ご苦労であった。ハンフリーよ、すまんが、お主の部屋を調べさせてもらった。決勝戦の直前でお主が飲んでいたもの、あれこそが当主たちから絞り出されたエキスだったのじゃな。そうか、俺の部屋に侵入したの。その通りだ、人間よ。16年前、我は憎きグレイグによって傷を受けた。その傷を癒すためのエキス、強い人間のエキスを飲めば我が傷は治る。そのエキスを人間がの、その誘いにこの男は乗ったの。勝ち進んで金を手に入れるためには強者のエキスが必要だったんだ。すまない、この秘密を知られたからにはお前たちを生かしておくわけにはいかん。うん、やれやれ、愚か者め、自分の体のこともわからぬとは。お主の体はあのエキスのせいですでにボロボロじゃ。そうして立っていられる情けないな。これ以上はならば、この荒倉殿、私はみんなを救出する。魔物の方はあなたたちに。生かしては返さん。油断大敵じゃ。任せな。
やったぜ。これで一件落着だな。仕方なかったんだ。俺のような三流投資の化石では ここは孤児院の真下に当たる場所でな。力が欲しくないか。欲しかったら我の元に来いと。仮面舞踏会で賞金を稼ぐために俺は力を手にろくでもない契約なのは分かっていた。だけど俺の育った場所孤児院とこその決意を真っ当な努力に向けず魔物の鍵しかしまだやり直せるはずじゃ。わしはここの町長につてがあっての孤児院については悪いよ。だから安心して人生をやり直すがよい。すまない。本当に起きて。ねえ、起きてった。グッモーニング。いや、お目覚めのところすまないが、お預けになった表彰式は今日やるんだとよ。さあ。表彰式頑張ってね。観客席から勇姿を見守ってるわ。大いに盛り上がった仮面舞踏会もいよいよ終わりのと。それでは改めて表彰式を。ハンプリールーキーチームどうぞ舞台へ。それではちょっと待ってくれ。本来表彰式ってのは場が温まってる時にやるものだ。そこで提案だが、優勝賞品をかけてエキシビションマッチをやろうぜ。どちらが上か。まさかのエキシビションマッチの提案に。これでも
後には引けなくなったな。なんてな。もう俺はエキスなんかには頼らない。行くぞ。勝っても負け。よし、始めようぜ。やってやるぜ。フリなんだか弱く一体どうしちまったんだろう。お見事。エキスを飲まなかったら俺の実力なんてこんなもんだ。チャンピオンという名誉を受け取れるほど俺はお前たちのおかげで格闘家としての良心を取り戻せたような気がする。ハンフリーかっこよかったぞ。ハンフリー、今までいい試合を見せてくれて、あんたは立派なチャンピオンだったぜ。ハンフリー、ハンフリー、ハンフリー、ハンフリー。それではチャンピオンであった。大変です。虹色の枝があった場所にはこの手紙はあなた宛てのようです。湯群の和城を後にてお主を待つ。見せたいものがあるでな。それまで虹色の絵。おお、なんと最後に思わぬ大波乱。優勝商品の虹色の枝が果たして新チャンピオンさんはユグノア城後で虹色の枝を取り返すことができる。ユグノア、それって彼の故郷なんじゃ。
ったな。